20代女性、付き合いたくない男性ランキング。1位、実家暮らし。2位、無職え無職より上なん実家暮らしって。暴力癖が3位。30代女性、付き合いたくない男性ランキング。1位、実家暮らし。2位、年上。<laughs> ババアども何言うとんね。3位、老けて見える人。女って癖やな。これ、アンアンのアンケートあ待って。 アアアンンアンのアンケートでは8年連続1位獲得中実家暮らしちなみに9年前は殺人犯が入ってて唯一負けた <laughs> 殺人犯と実家暮らしを同列で語ってんのこいつら頭おかしいやろ <laughs> 何や殺人犯って <laughs>。 嫌や,やろ、そりゃ。<laughs> <laughs> 犯罪者なん実家暮らしって。20代女性、付き合いたくない男性の特徴。5位、喫煙者。4位、浮気症。3位、暴力。2位、低身長。1位、実家暮らし。うん、コンプリートしました。ははははは。 え、てか、低身長がここに入んの女のチビは許されるくせにそうなんひどくねしかもさ、やっぱ女ってバカだね。暴力が3位で低身長が2位ってさ、実家暮らしが1位になんの暴力差し置いて。アホじゃねな、こういうのが1位にこうやんじてね、こいつらバカだな。 実家暮らし、なんか周りがみんな実家暮らしの男がって言ってるから、それにさ、なんか洗脳されてそう言って、声揃えて言ってんねや。女はマジで右ならい右しかできあんねやな。暴力とかそういうのが出てこなきゃおかしいよな。はぁ。な、そんな女おったら殴るよな、普通に。結婚したくない男性の条件。20代。 付き合いたくない、結婚したくない、あ、別で考えるタイプな。暴力が5位、低学歴 <laughs>、低収入 <laughs>、低身長、実家暮らし、1位、量すごいやん、実家暮らし無双してるやん。